田村厚生労働大臣。ただいま議題となりました特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要をご説明いたします。特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の方々に B 型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつその感染被害が未曾有のものであることから、特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずるものであります。この法律に基づき給付金の支給を受けるためには、令和4年1月12日までに提訴する必要がありますが、現下の請求状況を踏まえると、未だ提訴に至っていない方が多数存在すると考えられます。このため請求期限を令和9年3月31日まで延長することとします。なお、この法律案の施行期日は公布の日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。ご審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。